津波の情報です。各地に津波予報が発表されました。千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、宮古島、八重山地方に津波注意報が発表されました。 伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、宮古島、八重山地方に1メートルとなっています。これらの沿岸では直ちに安全な場所へ避難してください。津波の到達予想時刻は1時30分、宮古島八重山地方。 2時30分、小笠原諸島、宮崎県、3時ちょうど、伊豆諸島、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、鹿児島県東部、3時30分、千葉県内房、静岡県、愛知県外海、となっています。海の中にいる人は、直ちに海から上がって、海岸から離れてください。 海岸付近にいる方は直ちに安全な場所に避難してください潮の流れが速い状態が続きますので注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。<music>